スロットレーシングとは動力付き自動車模型であるスロットレーシングカーの競技。ここでは主に日本国内でのスロットレーシングの歴史について記す。スロットレーシングカー本体についてはスロットカーを参照。彼ら1、32ラリー風景スロットカーは1950年代にイギリスで登場し、1963年頃にアメリカ経由で日本へ渡ってきた。 日本に初めて入ってきたのは、レベル、モノグラム、COX などの製品であった。1960年代当時は、走るプラモデルと呼ばれた。タミヤ模型、日本模型、マルサン商店など、日本の玩具、模型会社が多数参入した。またゲームセンターやボーリング場などの娯楽施設にも、サーキットが置かれた。市販のム用車種に、ベッドユーザーの好みのモーター、 タイヤ1-24スケール前後のプラモデルのボディを乗せる方法が主流であった。しかし、価格的に小中学生が手が出しづらいこともあり、サーキットには大人ばかりが集まってしまい、しかも掛けレースが公然と行われるようになったことから、教育現場から風紀上良くないと判断され、相次いで子供のサーキットへの出入りが禁止された。 さらに急激なマニアック化の影響で、ビギナーが育たずに急速に人気が落ち、当時からの商業コースは全滅した。正確な統計は残されていないが、一時期は大小合わせて全国に200カ所以上のサーキットが存在したと言われる。1970年代後半から1980年代前半にかけてアメリカの太鼓などから発売されたホースロットカーがブームとなり、 各地の模型店やおもちゃ屋で、組み立て式の商業コースが多数出現し、マグナカーの名で人気を博す。安価なため小学生にまで購入層が広がった。しかしながら、同時期に広まった N ゲージ鉄道模型にシェアを奪われ、コースの風気上の問題もあり、第一期と同じ結末を辿って終わった。1980年代後半から1990年代にかけて、 再び1-24スケールのプラモデルを使用したスロットカーが主流となり、バンプロジェクトとサカツーの2台車種メーカーが主体となり、これらの汎用車種を使用することにより、どんなプラモデルでもすぐにスロットカーにすることができるため、一気に広まった。しかし、スピード志向のバンプロジェクトとリアル志向のサカツーとで車種開発の方向性の違いから、客層が二極化し、 当初からの両者の対決姿勢は最後まで収まらなかった。バンプロジェクト製車誌がその圧倒的な性能さと政治的事情により各地のサーキットからサカツー製車誌を締め出す形となった。後にサカツーは1、24スケールから撤退した。また、プラモデル人口の減少、車種価格の急騰、車種構造の複雑化によりコアなマニア向けの競技となり、 競技人口が減少し、現在では1-24スケールの商業コースは第2期最盛期の2-3になってしまっている。一時期1-24スロットカーによるドラッグレースを行っていた店もあった。商業コースでの刑事システムには NEC の PC-9800 シリーズのコンピュータが必要であった。現在、 本格的なスロットカードラックレースコースを保有しているサーキットはレーシングパラダイスのみである。1990年代後半からヨーロッパでの1、32スケールのブームが日本にも伝わってきた。日本国内でも安価な完成車で気軽に楽しめる1、32に市場がシフトしてきており、プラスチック製の組み立てコースを組んだ商業コースが各地で増えつつある。しかしながら、 家庭向けホームコースは依然として、出足が鈍く、SCX 製品を取り扱っていた、ユニオンモデルは撤退した。また、二宮ホビックスやラオックスアソビットシティ、上新スーパーキッズランドなどの大手量販店でも、当初、ブーム到来を見込んで1、32の彼らや、スケーレックストリック、SCX 製品を取り扱っていたが、販売不振のため、取り扱いをやめた。 日本では2005年にバンダイから1、55スケールのプレスハードが発売された。プレスハードではサウンドが出るようになっていたが2006年末撤退した。2006年には宝がスケールストリックのデジタルシステムをレチューンしたクアトロックスを発売した。クアトロックスでは最先端のデジタル式レーンチェンジシステムが導入されたが2007年に撤退した。 かつては、ラジコン自動車が高価で、一般家庭の小中学生には、簡単に手が出せなかったために、より安価なスロットカーが身近な操縦式、自動車玩具として人気を博したものの、ラジコンカーの低価格化が進み、スロットカーと価格差がほとんどなくなった現状では、特別なコースが不要で走行の自由度の高い、ラジコンカーが選択されるのは、ごく自然であり、 スロットカーの愛好者はごく一部のマニアに限られているのが現状である。2008年にはタカラトミーからイ87スケールの製品が発売され今後の展開が注目される。日本のスロットカーの歴史を語る上でマブチモーターの功績は欠かせない。同社はまだ日本の工業製品の水準がカメラ、造船等一部を除き国際的な水準に達して いなかった時代に、いち早く海外に進出して1960年代の世界的な流行時には、多くのスロットカーメーカーに採用され、剣道で高出力のモーターは、世界中の愛好家の間で高く評価された。当時、COX などの欧米メーカーの高級品にも、マブチモーターが使用されていたことは、国内の愛好家に大きな励みになったという。 あとのミニ四駆で使用されたモーターが、堺ジオフェライト磁石と回転子に巻く巻き線の強化に止まり、基本的には、ノーマル FA-130 の構造、そのままだったのに対し、スロットレーシング用の FTK モーターは、ボールベアリングやカーボンブラシ等、本格的なモーターが作られた。これは、絶対的な高性能と、相応の高価なパーツとなり、子供には、高価なものとなった。 という影の面の存在は否めないが、超高性能、小型モーターの市場を作ったと言える。日本では、スロットカーブームに乗って、数年周期で営業用コースが増減を繰り返している。1960年代のブーム時には、日本全国に200以上のサーキットがあったという。その後、1990年代初頭には20カ所程度になった。それらは主に維持。 24スケールのサーキットだったが、その後廃業が相次ぎ、2000年代に入ってから複数の1、32スケールのサーキットが開業した。しかし、その後も廃業が相次ぎ現在は、日本全国で約20カ所が営業しているほか、クラブなど愛好者の仲間内だけで使用するという例も、ある。ありがとうございます。